こんにちは。野菜の日チャンネルです。今日は炊飯器で炊く美味しいお赤飯の作り方をご紹介します。蒸し器で本格的に作っていらっしゃる方が多いと思いますが、炊飯器で作ってももちもちしてとっても美味しく出来上がります。材料も少ないので、ぜひ気軽に作ってみてください。まず、もち米を洗って、たっぷりの水に30分浸します。もち米は意外と吸水しやすいので、30分以上経ったら、ざるにあげて水気を切っておきます。小豆の準備をします。沸騰したお湯に洗った小豆を入れます。2、3分茹でたら、鍋のお湯を捨てて、小豆を鍋に戻します。水を加えて15分くらい茹でます。小豆の色がついた茹で汁で炊くことで、もち米に色がつきます。小豆と茹で汁を分けて冷ましておきます。炊飯器の内釜に水気を切ったもち米を入れ、表面を平らにします。茹で汁に水を加えて 300ml にして加えます。もち米の上に茹でた小豆を乗せます。今回はちょっと入れすぎてしまいました。このまま普通に炊飯します。炊き上がったら小豆を潰さないようにほぐします。小豆を入れすぎると美味しくないので、全部入れないようにしてくださいね。炊きたてのお赤飯にごま塩をかけていただきます。ふわふわでもちもちしていて美味しいです。冷めても翌日も固くならずに美味しく食べていただけます。今までお赤飯を作ったことがない方も、ぜひ試してみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。